どうも、大の字です。うーん、たい大の字中学校、うーん、たい一さんです。ヨニアンです。大の字でーす今日は、大谷が大谷を語るです。おー、ショーヘイ大谷翔平ですよ。すごいよね今。本当に全世界が注目してんじゃん。もうね、もうすごい時代に俺たち生きてる。とんでもないことになってるよね。すごいものを目撃してますわ、本当に。おうおうおう。だってこの間もホームランまた打ったでしょ、一人で。打ってます、毎日打って。俺これ取ってる時は3試合連続とか、はいはい、で投げてますからね、うんうん、で今年はピッチャーやってる時もちゃんと打つ、うん、もうすごい。でマウンド降りた後も外野守ったりしてバッター立ち続けるとか、でそれがやるときは DH をやるとか、それをこう、まあ、今までだったら要するに誰もが無理だとかやめろって言ってたものをもう当たり前のようにやってるっていう。まあそもそも大谷翔平はまあ高校生の時から結構割とね大型ルーキーというか、ただまあその時からまあ二刀流志向だったっていうふうに聞きますけど、やっぱりその素晴らしかったのはまず日本ファイターズは二刀流を認める、はい、で認めた上で何年か後にちゃんとメジャーに行ける道筋をこういう形で行かせますから、はい、修行じゃないけど、うん、プロ野球の世界、プロの世界っていうのをこの日本ファイターズで学んで、で監督である栗山さんの二刀流に対して賛成してて、はい、当時はやっぱ評論家、うん、野球の評論家、プロ野球の評論家で反対してた多かった。やっぱそうなんだ。必ずイノベーションを起こす人っていうのは、はい、誰か上の同調圧力から嫌がらせ、うん、あとはもう批判して絶対受けてるけど曲げなかったんですよ。1995年に野茂英雄が大リーグ行くわけですよ。でもあれも一番最初は裏切り者野茂ってね、新聞の一面になったぐらい、まあ、近鉄とちょっと揉めちゃったのもあったから、うんうん、要はプロ野球、日本のプロ野球を捨てたのかって当時は、うん、そういうふうに見られるんだよな。でこの大谷翔平がやっぱラッキーだったのは、環境としてまず二刀流を認めてくれた、はい、プロ野球の中で二刀流って、うん、それだって画期的だったんですよ。そうだよね、前例がないっていうやつもね、さっき言って。で僕はまずその大谷翔平がやっぱりその日ハムでそれが当たり前のように行ってる時に、うん、俺すっげえ時代に生きてるなって。なんでかっていうと、ただ打席に立ってるだけじゃなくてホームラン打つんですよそこがすごいんだよね。すごいのよ。で投げて160キロ出すわけじゃん。おお、漫画みたいだよね。で彼は大リーグに来た時にやっぱりその大リーグのブランドとか、はい、名門とかじゃなく、うん、自分のやること、多分ヤンキースは認めてくれないですよ。ああ、やっぱそうだよね。エンゼルスは二刀流を認めてくれたから、うんうん、で翔平はさ、大リーグに行ってから体がね、ものすごく一回り大きくなったんですよ、うん、はいはい、今年やっぱ明らかに違うのってさ、体泳いでんのにさ、うん、フェンス超えちゃうんですよ。なんかね、俺も一瞬見たら外野ぐらいでしょとか、うん、そんな感じなんですよ、うん、なんだったら日本にいた頃よりもパワーヒッターになってるし、うんうん、そうだね。でこれは明らかに見たら分かるんですけど、筋トレ、体つきが10キロぐらい増えてるよね、はい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 、でこれ松山英樹さんも今そうらしいね、うん、あのマサス取った時って10キロ増えてるんですよ、うん、体を作ったんですよ、うんうん、ただこの体を作ってるってことで故障をする時もあるわけ、うん、でこれ大事なのって柔軟性なの。だから大谷翔平のやっぱすごく優れてる、多分ね、体相当柔らかいらしい。うーん、柔らかさがないと筋肉をただつけると、昔の清原選手とかもそうだったんだけど、はいはい、筋肉をつけたことによって今までスムーズに稼働できてたものが稼働できなくなって、うん、窮屈になっちゃうんですよ、はい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 、でこれって松井がね筋トレやらなかったの、うん、松井は野球の筋肉はバットの素振りでつけたもの以外は全部不自然なんだと。なるほど、確かにその理屈も分かる。そう、うん、ということなんですよ、うん、その理屈も分かるんですよ、うんうん、全てはその理屈も分かるんですよ、うん、でも翔平は体が柔らかいから、うん、筋肉をつけた時ちょうどいいバランスにちゃんとなったんですよ、ね、それはあれなの、その大谷翔平さんがご自身で気づいたのかな。だからこれもだからご自身で気づけるぐらい筋トレっていうものを取り入れることに対して意図的な先輩たちがいっぱいいたわけよ。なるほど。でやっぱその第一人者としてやっぱりダルビッシュがいるわけよ、はいはいはい、でダルビッシュはやっぱりその日本のプロ野球のねセパのね、うん、その弱点で YouTube の中でこういうわけ、うん、パリーグの場合相手のチームの球場行った時に、うん、敵チームにもジムのあれを貸すんだって、うん、貸してくれんだって、うんうんうん、要はそこでトレーニングできる、はいはいはい、
お互いお互いウィンウィンだと、はいはい、で向こう行っても貸し借りをしてもいいんだと、うん、セ・リーグってないんだって。選手の能力を引き伸ばすってことにリーグ全体で協力し合うっていうことができてるのがパ、うん、お互いの利権がまず大事っていうのがセっていう。でこれね象徴的なんですよ。パ・リーグはパ・リーグチャンネルっていうチャンネル持ってて、はい、パ・リーグだけの映像が見れるみたいなって、うん、本当にねダルビッシュ言う通りなんですよ。面白い。だから日本シリーズで全然勝てないですよ。だから相手に何かをこうやって譲るみたいなことが実は全体のレベルアップになるっていう、うんね、誰か言ってたけどもバットに当たった瞬間の音が全然違うって言ってた。あ、音は本当に違うね今までと。でご本人もだって確信がある人多いからね。あ、打った瞬間歩きながらもうあめぐいぐらいかっこいい、ね、かっこいい。でさ、翔平ってそもそもマスクがさ、はい、甘いじゃん。甘いよね。ねえ、あれでマッチョでさ、いやそうよ、ほんで投げたら160キロ150キロ超え、うんうん、でホームランこんだけ打つで、あ、全米が今過去最高選手なんて書くやつがいる。いやすげえ。当たり前に。ただあまりにすごすぎて俺はもう今ね名字をね変換しようお返し。いやだってさ正直言いたくないけどさ、大谷の大谷じゃない方じゃん今俺やだよ、大の字の大の字じゃない方っていうの屈辱だったけど、今多分大谷の大谷じゃない方じゃない方どっかでね、もしね、なんか喋ってて大谷がさって言った時さあ、エンゼルスのって言ったら、え、違う違う、あの大の字のって言ったら、ああ、そっち、ああ、大谷じゃない方ね言われてるよ。で、僕はその大谷翔平のやっぱハートとか、大谷翔平がやっぱすごく好きやなと思った。やっぱりその彼は自分がそういうことを挑戦することによって、うん、その後世の人たちにそういう影響を与えるっていうことを意識してる、まあ、そういうのインタビューでもちょっと言ってるので、はいはいはい、だから要は自分だけのためにやってるわけじゃないよ、うんうん、俺ピッチャーやりたい、うん、俺バッターやりたい、うん、俺ジャイアンとかそういうことじゃない、うんはいはい、彼がそういう可能性としてバッてやってることがプロ野球の可能性を、まあ、メジャーリーグで、ね、ベースボールの可能性を変えていくっていうことに対して後進にちゃんとつながるっていう、これはまた同じように松山英樹も同じこと言ってるんですよ、はいはい。あそうか、自分がマスターズで優勝するってどういうことかっていうのは、うん、この未来のゴル、うん、日本のゴルフ界のことに全て作用するんだと。だから僕が道しるべを作りますと、僕が行きますからその後に続いてくださいってことなんですよ。これが僕すごいことやってる、誰かのためにやってるって言って、うん、僕がすごく印象残ってるのは自分でも見習おうと思ったの。どうしても俺たちって、うん、俺が主役で俺が人生、うん、俺この中の空間の中で全て一人自分に持ってきたいとかって言ってきて、はいはいまあ、エゴがあってさ、うん、それが目的になっちゃうじゃん、うんうん、大谷翔平はさこれ二刀流やるわけじゃん、うん、二刀流やってることめっちゃ楽しいって言うんですよ。辛くないですか、しんどくないですか、だって本も毎日試合出てって言ったら、いやめちゃくちゃ楽しいですねって、野球を楽しいでやってるんやなって、楽しんでやるって超大事よ、うんうん、なんか俺は松山英樹さんもそう、大坂直美ちゃんもそう、八村さんもそう、ルイさんもそう、井上尚弥さんなんかまさにそう、うん、なんかすごいスーパーマン出てきたなって俺たち思っちゃうけど、うん、いや何が違うかってみんな楽しんでるよね、うん、絶対そう、これねお笑い第7世代にも思う、うん、俺たちの時お笑いってなんか復讐じゃないけど、はいはいはい、成り上がるための手段だったりしたやつもやっぱりあったから、はいはい、あったよね、ものすごいある、そういうのがあってみんな殺伐としてたりしてた、はい、喧嘩をして、はいはい、でも今の彼らを見てると自然なんだよね、うん、お笑いを楽しんでるっていうか、うん、俺すっごいこれ大事なことだと思う、俺がっていうか別に周りの人が面白かったら それで全然十分だしね、あの人だから大谷翔平のめちゃくちゃ俺、まあ、マインドの話なんだけど、うん、すっごく48にして見習いたいのは、うんうんうん、なんかこの環境自体を楽しむっていうか、うんうん、で楽しむためにはどうしたらいい、じゃあ、アメリカに行ったら球も速い、じゃあそれ対応するために一番パワー少ない、じゃあ筋トレしましょう、うんうんうん、体を大きくしましょうって一つ一つのことを積み重ねていってその現状にこうトゥーマッチしていくみたいな、はいはいはい、やるっていう、だから自然だよ、そうやね、うん、無理してやってるもんじゃないもんね、そうそうそう、そこはね僕はなんかまた違う世界やなっていう、もちろん僕は清原みたいな大好きなんですよ、はいはいはい、最初から自分、うん、辛い環境があって、うん、物語が、うん、常に物語性があって、はいはい、泣いて、そう
なにわ節、あれもめちゃめちゃ好き、うん、でもやっぱりなんか大谷翔平を見てるとそことはもう違う形やなってすよ、うんうん、でその一つはやっぱ楽しむんやなって、これは楽しみだな、どこまでの景色見させる、ね、いやまだまだ応援しがいがあるよね、今年本塁打をなんか取っちゃったら、とんでもないバケモンだよ、いや言いたくないけどね、この言葉言いたくないけど、いや日本人がっていう、うん、そっかそっかそっか、そういうことね、そう、でもこれが日本のプロ野球、引いては野球界の未来にね、うんうん、必ずポジティブな作用 ね、あ今どこかの町、田舎町でね、うん、バット振りながらね、俺も必ず海渡って将来大リーグ行って、あの投げながら打つんだって言ってね、バット振ってる子供がいるよどっかに、あの時翔平が、うん、あの岩手の小さな町でそうやってたように、ね、うん、楽しみだな、でもやっぱ親もそうだね、やっぱ環境って大事だ ね、指導者とかね、うん、本当にそういう意味でも翔平を見たことによってやっぱりよりその指導者の皆さんに意識してもらいたいなと、そう、うん、そうね、本当指導者がね、で子供たちはもう楽しめ、とにかく楽しめ、翔平のように、いい回これは、いやどこかで会ったら敬語かなチャンネル登録しちょくれー。